伊勢川崎商人館は、江戸時代中期に創業された老舗坂丼屋、小川酒店を修復整備し、商人の町、川崎の王子の風情を残しながら歴史文化、交流拠点として再生した施設である。2001年に12棟の建物が、国の登録有形文化財に登録された。江戸時代、明治時代に建築された蔵7棟、町屋2棟からなる。 江戸時代中期の創業から1999年まで営業した坂丼や小川主店の建物を修復整備し、川崎の歴史文化交流拠点として再生した施設で町人の町、川崎の王子の風情を残す貴重な文化遺産である。歴史的建造物の保存、公開による文化的活用、市の新たな交流拠点としての活用、 市民主体による町づくり活動の拠点としての活用を目的として市民の保存運動により公設民営施設として設置され町づくりの拠点ともなっている。川崎商人像もや商人クラブ、江戸時代、明治時代に建築された蔵7棟、町屋二棟からなり、伊勢川崎を代表する商家の和室、京都の裏千家とつときの茶室の写しなどを見学することができる。 また、常設で当時の暮らしを支えた商業の道具や記録を展示している。川に面して立つ種類の商品像を生かした店舗。日常で使う雑貨、食品を中心とした販売と展示。カフェコーナー併設河川改修前の川沿い景観を残した水辺で、かつての蔵と川の貸しの姿が見られる。通り土間のある川崎を代表する商家の間取りの建物。 川崎を代表する商家の和室。京都の裏、千家の茶室である、とつときの写しの茶屋。伊勢の学芸の資料とそれを支えた商業の道具と、記録を展示。アワビの粕漬け等の商品製造場だった蔵で、イベントや、ギャラリーなどのための多目的スペース。名前はかつて川崎にあった芝居小屋にちなむ。立派な木材で作られた土蔵。 日本最古の紙幣である山田浮薙をはじめ伊勢と川崎の歴史と文化の資料を展示。明治42年昭和50年初期まで S サイダーの名称で製造していた記憶を示す施設。伊勢と川崎の古文書、古器物等地域の歴史文化資料を保全する収蔵庫。従業員の休憩室だったところで古文書など、資料整理のための蔵前和室として活用。対象。 昭和初期のモダニズムスタイルの暖炉を持つ和洋折衷の応接館。昭和の中頃に建てられた離れ。街並み、広場のイベントのバックスペースとして活用。S サイダー製造場と出荷通路の部分を広場にしたもので市やイベントを開催。商人館の整備に合わせて設置された土蔵風の車椅子対応の公衆トイレ。以下の12棟が 国の登録有形文化財として2001年8月28日登録、同年9月14日告示された。登録有形文化財、産業3次登録有形文化財、産業2次登録有形文化財、住宅登録有形文化財、産業2次登録有形文化財、産業2次登録有形文化財、 住宅登録有形文化財、住宅登録有形文化財、産業産地登録有形文化財、産業産地登録有形文化財、産業産地登録有形文化財、住宅登録有形文化財、産業産地三重県伊勢市の川崎地区から集められた文書で構成された文書群。川崎地区では1974年7月7日に、 起きた七夕豪雨とそれに伴う水害を受けて、1976年から同地区を流れる瀬田川に対して、改修工事が実施されることになった。この際、複数の家から提供された古文書により構成されている。その後、管理者による変遷を経て、2010年4月に伊勢川崎商人館の所蔵に返した。 なお以上のような経緯で収集されたのであるが、川崎で取り集められた段階で、混交してしまったらしく、それぞれが川崎のいかなる家々で伝わった文書であったのかは不明である。時期的には1795年から1918年までで大半は金世文書で占められている。この金世文書についてはその内容から1、川崎長官系に山田奉行所関係の2種類に、 分けることができる。川崎地区で魚問屋を営んでいた藤池に伝来した文書群である。これらは長らく道家において伝来してきたものであるが、平成16年度企画展、伊勢の船と海産物問屋、伊勢川崎をめぐる交易一開催に際し、子孫の移行により2004年6月に寄贈を受けた。総件数は20件で、点数も同じく20点である。 時期的には1820年から1882年までで大半は近世文書で構成されている。ありがとうございます。